皆さんこんばんは、水野優香です。今日はね、自宅のキッチンから撮影しています。今日の動画は生後5ヶ月半くらいになった月ちゃんの離乳食作り。初めての離乳食なので、10倍がゆを私の作り方でレシピを紹介するのと、初めてのね、離乳食を食べている月ちゃんの様子を撮影しようと思ってます。今の月ちゃんは本当5ヶ月過ぎたあたりからすごくずり映えをするようになってきて、最近はね、お尻をプリッと開けて本当に四つん這いで歩き出しそうな感じで、日々すごい勢いで進化しています。大人がね、食べてるものをこうじーっと見て気になっている感じもするし、1日3、4回変えるぐらいおよだがね、すごい出ていて、下のね、ここの真ん中のところに歯が生えてきたんですよ。だからこれはね、毎日少しずつ離乳食あるからね、スタートするの大変だなと思いつつ、もうそろそろね、スタートさせてあげたいなと思って、今日はね、そんな記念すべき日を録画しようと思ってます。もう多分親バカ動画になってると思うんですけど、よかったら最後までご覧ください。では作るぞ。おー、洗ったお米を入れて、2分の1カップのお米に5カップ分のお水を入れます。で、強火。このまま蓋をして10分蒸らします。できた10倍がゆをすりつぶしていこうと思います。一人目のチビリンの時にすり鉢を使ったりとか、ザルで裏ごしをしたんですが、それがすごい面倒くさかった記憶があったので、レコルトカプセルカッターボンヌ、これを購入しました。これに入れてすりつぶしていこうと思います。苦でやっている離乳食の作り方でやったんですけど、結構大量にできちゃいましたね。半分の量でも良かったんじゃないかなぐらいの感じです。はい、で蓋をしてこれをつけて押すだけ。どうかな。感じ、かなりいい感じにすりおろせました。じゃあこれをこの中に入れて保存していきたいと思います。これ本当に半分の量でよかった。はい、これを冷凍しようと思います。残ったおかゆは私が美味しくいただこうと思います。いただきます。水つけてあげて、エプロン。
初めての離乳食。おお、びっくりしたね。はい、よし食べようね。食べてます。どう？食べてるよ。ああ、優しくね。ハムハムって声かけてあげた方がいいのかな。ハムハムして、うん、そばに持ってってなかった。うん、こぼれちゃうからね。ちょっとすくって、下のさ、もぐもぐ。おお、優しく優しくね。あ、食べてる。ママやって。いいや。はい、最初の3口まではお姉ちゃんがあげましたね。よし、すーきちゃん。はい、もぐ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 。おお、おお、すごい、スプーンに食いついた。おお、歯がかゆそう。うん、あ、ベロ出てきた。あ、おいしいの？どう？おいしい？パパを見てる。ね、パパのこと見てるね。はい、つきちゃんも一緒にご飯だよ。あー、ありがとうございました。うんうん。うん。もう食べてるね。うん。たまにグってくるね。うん。どう？すごいスプーンの形がさ、面白いよね。こうやってすくいやすく、うん、食べるって分かってる。分かってるね。すごい動かしてるよ、ね、自分から。うん、ほら、いくよ。あー、つきちゃんおいしい。おー、すごい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 。おっとおっとおっと。普通のこと言っちゃうの？はい。おお。お腹空いてみるみたいだよ。ね、意欲あるね。なになに？すごい、すっごい力でスプーンを離さない。はい。おつきちゃん、それエプロン。じゃあ、つきちゃん、もうちょっと食べようよ。じゃあ、脱線してます。はい。はいはい、なんでしゅー。ねえ、なんでしゅー。あ、でも食べる気ある。お、お、またかじり出した。はい、うん、嬉しい。結構ほら、食べてくれてる。おし、おおおおおお。はい、どうぞ。うん、どうだった？おいしい？あと2口ぐらいで完食できそうだ。あー、おう、はい、最後、最後でいいよ。あれ、うん、すきちゃん、完食、完食です。もっと食べたいのかな。あ、もう一口いけるかな。最後一口いっちゃえば。おいしいんだね。ね、おいしいんだね。じゃあやる。あ、よし、ごちそうさまでした。はい、いや、この動物園に変な動物がいっぱいいるよ。クランクランできる。繰り返し名前を呼ぶ。クランクランって。おお、上手上手。はは、すごいすごい。おお、いいね。あ、すごい。指しゃぶりすごいよね。
りどん。これもする？集めたね、いっぱい集めたね、おもちゃ。これ集められるかな。上手だね、声出すの。指しゃぶりながら。おえってなっちゃうよ。下の歯がね、あら、あら、チラッと、あ、見えたかな。見せないわよって、見せて見せて、歯見せて歯見せて歯見せて、ほら、あらららららら、あ、痛い痛い痛い、あった、おー、しっかり入ってる、痛い痛い痛い。